テレビ版のラストあれはあれでいいじゃないとおラいさんの解釈としてとは保管されたと思います保管はされてなくて、うん、まあ受け入れたっていうエンディングでなんかまあ要するに人間は人間でまあいいんじゃないかなっていう。 言い方が多分急激を見ると保管されちちゃゃゃううとみんななの海に溶けちゃうわけわじゃないですかだからその時短の区別がなくなって快適だよねみたいなおそらくそういう世界なんだけどでもそれでもその自分の境界を維持し続けるということ、まあ、つまり AT フィールドを持ち続けることを選ぶことが多分その全てを語るにはあまりにも時間が足りないから飛鳥、ね、の場合とシン次の場合とかが出て,きて,て、ね、多分少なくともシン次は保管されなかったことが示唆されてあのラストになるわけですよね。 私はめちゃくちゃハッピーエンドだと思ってて、うん、だから感動したんですよ、うん、ちゃんと自分の自我を取り戻した人たちああなたもやっとあのそのトンネルから出てきたんだね<ー>みたいなおめでとうにも私は感じてて。